こんにちは、木下ゆうかです。はい、今日はですね、日本の夏らしく浴衣で撮影しております。そんな今日食べたいのはこちらです。じゃーん、カップヌードルから抹茶が出たんですよね。カップヌードル抹茶、抹茶仕立ての鶏白湯ジャパンヌードルだそうです。日本っぽいかな、このパッケージとかもっと思って見て、可愛いんですよ。日本の絵がの人がなんかスニーカー履いてたり DJ してたりするんですよ。素敵ですね。今日はね、大食いには向いてない浴衣で挑もうかと思います。トッピングとかはしたいので準備したいと思います。今日はトッピングをたくさん用意しました。貝割れ、おネギ、味玉、サラダチキン、メンマ、紅生姜です。サラダチキンを切ります。ちょっとチャーシュー風ですね。貝割れはこの下のところを切ります。はい、中を見てみましょう。おー、緑やコーンとかも入ってますね。これを10個全部出していきます。めっちゃ抹茶の香りがする。はい、じゃあちょっとね、お湯を入れます。次は用意したトッピングを入れます。まずは味玉、美味しそう。飾り用のメンマ、おネギ、貝割れ。はい、完成しましたね。めっちゃ美味しそうに盛り付けられました。今日はね、危ないなこれ今日はね、鶏白湯なんでサラダチキンをチャーシューっぽく並べてみました。いただきます。はい、じゃあ今日のドリンクはですね、この赤城のガツンとみかんゼリードリンク。これね、アイスでね、ありますよね。昔からね、あってね、お世話になりましたね。みかんの果肉をガツンと詰め込んだ人気のアイスキャンディーがドリンクになったよー。爽やかな風味とゼリー仕立てのつるんとした喉越しが心地よく飲み応えたっぷり。見やすいかなと思って、前はこのストロー、サスケはコップに出してなかったんですけど、ちょっとみんなに、ね、見せたいので、これからは無理して出しますこの製品を作った人の意図とすることではないと思うけど。はい、出し終えます。お、あ、めっちゃゼリーが、めっちゃゼリーだ。ガツンとみかん VS 私ですね。ガツンとみかんの制作した人との意図とは違うと思いますが、どうだこれで。あー、プッチンなら、あー、できたー。プッチンプリンはこうやったらね、ピーンって出るんですよね。はい、ストローはね、このゼリー専用で太いストローです。はい、うーん、あー、美味しい。スープからクラッシュされたゼリーと、あとみかんの果肉が出てきて、めっちゃ美味しいですね。確かにこれを凍らせればガツンとみかんになりそうな感じ。いただきます。はい、じゃあ本題のこちら行きましょう。めっちゃ緑ですね。お茶みたい。美味しい。美味しいけど鶏白湯って感じだな。鶏白湯としてめっちゃ美味しいけど、そこまで抹茶の香りはないかも。あ、でもあるあるある。ずっと味わっとったら口の中に抹茶が残ってくる。うん、なんかまろやかでめっちゃ美味しいです。あ、いいですねこれは。麺はこんな感じです。うん、うん、麺はですね、おなじみのカップヌードルの麺って感じで美味しいです。スープがちょっととろみがあるのかな、だから麺によく絡んでいい感じですね。美味しい。めっちゃ貝割れいい感じですね。貝割れの香りがピリッと効いていい感じ。うん、多分メンマと一緒に食べると美味しいんだね。ラーメンに入ってる理由はよくわかる。メンマの食感が加わっていい。うん、まあこういう系のリンクってあんま食事中に飲もうってあんまならんで、なんか食後にデザートとして飲みたい。ちょっとデザートにとっとこう。
はい、おネギがあるのでおネギを入れましょう。ネギだけが美味しいですからね、何事も。じゃん、味変アイテム紅生姜です。抹茶と紅生姜はどうかな、合うかな。うん、うん、まあ私紅生姜が好きなんよな、だからかもしれんけど美味しい。ちょっとスープ飲んでみようかな。うん、合う気がするな、私的には。紅生姜が好きだから。紅生姜めっちゃ美味しい。こうやって食べるとき紅生姜おすすめですね。ちょっとね、サラダチキンはね、私的にはラーメンに入れるお肉としてはパサパサだったかなって感じがします。まあそれが売りのお肉じゃないですか、ヘルシーみたいな。私はもっと脂っこい鶏チャーシューが良かったなって今思いました。あとはほとんどスープだけですね。じゃあ最後のひとなみです。完食です。ごちそうさまでした。カップヌードル抹茶鶏白湯めっちゃ美味しかったです。鶏白湯のスープはねめちゃめちゃ美味しかったですね。で、私的にはですけど意外と紅生姜が合ってました。なんか紅生姜との相性が良かったです。スープがちょっととろっとしとるから麺によく絡まって美味しかったですね。まあ夏だしね、こうちょっと抹茶って夏の方が冬より食べたくなるような気がすると、だから夏にぴったりですね。あ、そうだ、忘れそうだ、これ飲み終わってなかった。じゃあちょっとデザートタイムですね。うん、美味しい。そうなんですよ、これもね、こうみかんのね果肉が入っとって、それがすごく美味しいですね。完璧です。ごちそうさまでした。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて笑顔で過ごせますように。 Let's eat and smile。 皆さんうがい手洗い忘れずに毎日健康に過ごしましょう。バイバーイ。